始まりました。モナプレスチャンネル、いつもあの記事でお送りさせていただいているんですけれども、例えばこれまでにグランツのメンバーであったりとか、フリージャのメンバーであったりとか、いろんなメンバーご紹介させていただいておりますが、新しく動画でもお送りさせていただきます。普段どんな感じでインタビューしてるんだろうとか、モナプレスってなんだろうって思っていただいている方もいらっしゃると思うので、ぜひこの機会に知っていただけたらなと思っております。そして今回お送りさせていただくのが、モナプラチナモデルの金丸由美と、モナモデルの大森いろはです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、いろはちゃん、今回の企画のご説明をお願いします。今回はなんと、男には負けられない戦いがあるということで、5月の1日から5月の31日まで1ヶ月間、メンズモデル4名による1ヶ月の筋トレチャレンジが行われました。結構皆さんもツイッターとかインスタグラムとかいろんなところでね、見ていただけたんじゃないでしょうか。過酷な食事制限やったりとか、筋トレをもう毎日毎日動画撮ったりしてね、すごい頑張ってたので、今回はそんな4名をご招待して、はい、いろんなことを根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。行きましょう。では早速お呼びしましょうか。はい。では今回のスペシャルゲスト4名、どうぞお越しください。ではでは早速自己紹介をお願いします。皆さんこんばんは。モナ7号モデルの藤岡亮です。今日はよろしくお願いします。よっ、お願いします。皆さんこんばんは。モナ4号モデルの中島銀次郎です。よろしくお願いします。お願いします。はい、モナ3号モデルの斉藤大地です。よろしくお願いします。よっ、イエーイ。お願いします。はい、同じくモナ3号モデルの末田です。お願いします。よーい、お願いします。もう早速ですけれども、努力の結果を発表させていただきたいと思います。イエーイ。まあ、4番から言っても面白くないので、3番の方から発表させていただきます。総合第3位は、ででん、3番の中島金次郎くんです。おー、やばー、ありがとうございます。イエーイ。どうですか、一言。でもなんか1ヶ月間頑張ってこれたの、ファンの方もそうだし、なんか同じこの他の3人のメンバーが一緒に頑張ってたから、こうやり続けることができたので、あの1ヶ月間楽しくできたことはすごく良かったんじゃないかなって思います。ありがとうございます。おい、素晴らしい。ありがとうございました。では続きまして、総合の第2位の方を発表させていただきます。2位、総合第2位は、エントリーナンバー1番、斉藤大地くんです。イエーイ。どうですか。もともとずっと、まあ、カリカリ代表してたわけですよ。まあ、そこからね、あの自粛期間で会えてないやんか、みんなに、うん、だからその画像でもなかなか伝えにくかったりすると思うけど、会った時にびっくりしてもらえるように、まあ、ここまでじゃなくてこれからも自粛期間開けて、次のイベントとかでみんなに会えるまでに、さらに理想のボディになって、皆さんを驚かせたいなと思いますので、引き続き頑張ります。ありがとうございました。いやー、素晴らしい。では総合の第1位の方を発表させていただきたいと思います。総合の第1位は、おいおー、ありがとうございます。あの、変わったことといえば、やっぱり腹筋触るようになりました、自分でこう。いや、わかるわかる。なんか、ちょっと体触っちゃうよ。しかも、あの、終わった直後からすぐ鏡に見に行くよ。わかる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 。プロテイン飲みながらね。風呂場におる時間ちょっと長くなりますよね。あー、分かる分かる。ちょっとだけ体洗ってなかったよ。分かる分かる。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとう。おめでとう。ございます。4位の方を発表させていただきます。お、第4位は、2番、藤岡亮君でございます。お、
いやでも本当この1ヶ月多分一人やったらすぐに誘惑に負けてたやろなっていう場面がいくつもあって、なんで本当に皆さんと一緒にやらせていただいて、で結構ね写真では分からないかもしれないですけど落ちてるんですよこれ実は。だからもしね次直接会った時楽しみにしていてください。それまでキープします。期待しています。あのツイッターとインスタグラムに、みんなの腹筋だけが載ったあの画像をね貼らせていただいてるここだけっていう、ほんまにあなたのところだけおへそにさ、おへそに星がついとって初めての光景を目にしてあの地元の先輩かなんかに、いやお前リツイートしとったな、投票したぞ、何番か知らんけどって来て、ところでさ、おへそ隠す理由何って聞かれて、なんすかね、なんすかね待ってよ皆さん、いきますよ、はい、お願いします、はい、今回のエントリーナンバーがですね、1番、2番、3番、4番とございまして、画像の方でもね、あのもう皆さんにしっかり見ていただいたかと思うんですけれども、はい、まず投票していただいたのがツイッター。こちらね、ツイートの方であの投票していただいた瞬間にちょっとパーセンテージが出るような形であったかと思うんですけれども、ツイッターの方が1番が 32%、2番が、12%。3番が 21%、4番が 35% でございました。なるほど、はい、では皆さんインスタグラムの方の発表をさせていただきます、はい、インスタグラムの方は票数でお伝えさせていただきますね。エントリーナンバー1番の腹筋62票、ではエントリーナンバー2番の腹筋8票、エントリーナンバー3番の腹筋23票、エントリーナンバー4番の腹筋92票というわけで、今回ですね、順位としては第1位が橋田裕太くん、第2位が斉藤大地くん、第3位が中島銀次郎くん、そして第4位が藤岡亮くんでございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。不意に服脱ぐようになった。あ冷蔵庫に食材入れる前に服脱いだもん。中山筋肉さんとか、あとガストさんの動画を見たりもしてたので、ブロッコリー最強っすね。あ食べるラー油がなんか衝撃的でうまいってなって、美味しそう。